座先を解放して同じ軌道で下ろしていきます。分かった？反対側も一緒。この膝の位置が低い人は高くいないな。膝の抱え込みのこの位置が高い人ほどちゃんと上段が蹴る。分かった？この膝が低いと中段だったり、ね、この辺ですけど、膝をしっかりと高く抱え込むことによって上段、自分の顔まで届くようになります。また言います。レースの形分かるかな。つま先を今度自分にかかとをちょっと開く、こうと猫足と違い、これも覚えてください。分かった？というところを中心に正面にまっすぐ持っていく、これが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もう一回いきます。はい、X。